い、皆さんお久しぶりです。ゆみはです。ショート動画をねご覧になった方はわかると思うんですけれども、あとそれとねサムネイルになっているこちらのねタイトルにある通り、なんとゆみはの原作 BL 動画が公開されました。わーいでこちらなんですけれども、 BLOVE さんっていうサイトで、その BLOVE チャンネルっていうものがございまして、でこちら登録者数 2.28 万人、いやーすごい小説を応募いたしまして、朗読動画にしていただきました。でこちらねちゃんと打ち合わせをして制作していただきましたので、ぜひご覧になっていただければと思います。今回が前編でして、で来週の8月23日金曜日7時から後編を投稿する予定で、朗読動画作成用の短編原作小説が5000文字以上と1万5000字以内という規約がございまして、で応募した小説が何文字だっけな、編集不可なんで見れへん多分その文字数で書いてると思うんですけれども、フルバージョンがね8月30日7時より BLOVE 様の小説投稿サイトの方でフルバージョンが公開されますっていうところで、概要欄の方にリンクを貼っておりまして、再生リストの中にも原作 BL 動画っていうところで再生リストの方にも入っておりますので、ご覧になっていただけると嬉しいです。でね、素敵なイラストと、なんと一人で3役されてて、いやすごいなぁと思ってく、一人で3役の変幻自在なお声が聞けますので、ぜひご覧になっていただけると嬉しいです。ね、ゆみはさんね家庭教師雇っていた時代がございまして、まあ興味がある話題っていうか分野だと頑張れるんですけど、本当にね興味が湧かないと赤点ギリギリっていうね、本当なんでできる時とできない時があるのみたいな、やる気の差が激しい学生時代だったんですけれども、その時の経験をちょっぴり入れて、ドアノブは職場で破壊したのは事実ですちょっとねまあもったりしてますけど、本物のもともと私が教えてもらってた家庭教師の先生は今は連絡取ってないです。なぜかというと逮捕されちゃいましたいやー人生いろいろあるよね。うん、なんか人生身近周りで逮捕されたの初めてやったんですけど、まあ何で逮捕されたかっていうと、まあそこはね見バレしちゃうんで言わないんですけれども、まああれもまた青春でしたね。はいなのでね、家庭教師の先生とはもう連絡もメアドも変えちゃったんで取っていないんですけれども、でもねなんかたまたま職場に来た監査の人がめっちゃ家庭教師の先生に似てたんですよね。なんか多分もうだいぶ経って人の顔がうろ覚えになってて、なんか誤認識しちゃったんですけど、まあ名前も違ったんでね全然別の人なんだろうなと思いつつ、まあこういう妄想もいいよねみたいなね。まあ事実なのはドアノブが取れたことと、監査で来た先生がめっちゃ家庭教師の先生にうろ覚えだけどなんか頭ん中で合致してたってぐらいですかね。はいで、ね、めっちゃ気になるところで終わってるんですけれども、来週後編が公開されますので、チャンネル登録をしてぜひ最後までご覧になっていただけると嬉しいです。というところで、今書いているのはまだ若かりし頃の2人ですね。高校生時代まだ何も気まずくなかった時代のミネチカと同一先生
でしたっていうところで、次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。